さあ綺麗に隊列が整いました。ボールポジションの堀尾、そして渡辺。さあちょっと渡辺が出遅れてしまったか。ではゼッケン17番の羽生田選手がリタイアということで、おっと1台が2台、地方選手権125クラス、先頭は変わらずゼッケン26番の堀尾風磨、ポールポジションからのスタート。そして2番手にはゼッケン16番の平木玲二、そして3番手には斉藤拓馬、4番手の池田武史、そして5番手には渡辺俊樹。ちょっと出遅れてしまったか。まもなく先頭が最終コーナーから立ち上がって戻ってまいりました。ポールポジションからのスタート、ゼッケン26番の堀尾が今バトルを池田武史が上がって3番手、そして斉藤拓馬が4番手ということになっております。先頭集団7台が揃っての今ヘアピンからの SG。まもなく先頭が戻って3周終了、4周目に突入しております。地方選手権 FS125 クラスの決勝戦です。このままぐんぐんと引き離すことができるのか、平木玲二先頭ゼッケン16番、先頭5台が団子状態、ここは変わらず誰が前に出てもおかしくない状態でありますが、まずは先頭入れ替わり、平木玲二が先頭で引っ張る形になっております。2番手の堀尾風磨、追われる形から追う形になっております。ここは逃げ切れるか玲二、まもなく先頭が最終コーナー立ち上がって戻ってきました。ここで先頭から遅れること2番、そしてその間コンマ3秒ずつ空けての3番手4番手、3番手には斉藤拓馬、4番手の池田武史。逃げ切れるか、まもなく先頭が入る。さあすでにコンマ5秒間隔が開いてしまった堀尾。
ただいま地方選手権 FS125 クラス決勝ヒートを行っておりますが、周回数は24ラップ先頭ボールポジションから堀尾がスタートして、平木玲二が抜き替えての入れ替わり、先頭平木玲二、さあその差コンマ5秒上げて、堀尾が2番手、3番手には斉藤拓馬、4番手の清水優太、渡辺俊樹が5番手、鈴木玲が下がって6番手と、今先頭堀尾をかわしてぐんぐんと引き離す平木玲二、このままのペースでいけるか。さあ3番手には斉藤拓馬が単独、前後ともに間隔が空いているという状態であります。後ろをちらりと気にしておりますが、その後ろを清水優太、渡辺俊樹、ここが4番手争いで間隔が詰まっている。さあこの4番手争い、渡辺が4番手に上がって、清水優太が5番手、ここは抜きつ抜かれついくか。真ん中に挟まれての後ろに鈴木玲と、さあすでに先頭平木玲二遅れるもの、コンマ8秒間隔を空けて堀尾が2番手となって、さあその後ろ1秒以上間隔が空いて斉藤拓馬、渡辺俊樹は4番手です。が10周終了、11周目に突入しております。11周目を走行中。ただいま地方選手権 FS125 クラスの決勝ヒート行われておりますが、先頭はゼッケン16番の平木玲二、そして2番手にはゼッケン26番の堀尾風磨、3番手にはゼッケン10番斉藤拓馬、4番手にはゼッケン25番の渡辺俊樹、5番手にはゼッケン14番の清水優太、6番手にゼッケン20番の鈴木玲、7番手にはゼッケン15番の中西優太。12周終了、13周目を走行中です。さあ間隔がまばらで開いてきてしまっておりますが、3番手の斉藤拓馬、後ろが少し縮まってきたぞ。さあここで4番手の渡辺俊樹が前の斉藤拓馬を捉えることができるか。間隔を縮めてきた、達成することができるのか。目標優勝と言っていた、この目標を達成することができるのか。後ろに1秒以上間隔を空けての余裕のトップ走行を見せております、ゼッケン16番の平木玲二。ただいま地方選手権 FS125 クラスの中盤戦で見せ場があるとしたら、やはり3番手争いか、斉藤拓馬の後ろ渡辺俊樹。さあここが一気に感覚を詰
3番手争い、表彰台上がれるか。堀尾が2番手。
勝った渡辺俊樹が3番で表彰台をゲットするが、清水優太が感覚を縮めてきている。その後ろ斉藤拓馬5番手、6番手の鈴木玲、中西武蔵は7番手、池田武史は8番手。まもなく先頭が悠々と、さあ最終コーナーと仕上がって戻ってまいりました。地方選手権9月2日優勝、そして2番手6番手の鈴木玲、7番手の中西